田中様分お手を触れないでください。それではお待ちかねのツインピンを開封していきたいと思います。多分ですね、多分だけど、このチャンネルの日本人ライダーでツインピン持ってるの多分俺だけじゃないかな。知らんけど、知らないよ。多分まだ乗ってるとは聞いたことないですよね。うわ、めっちゃかっこいい。やばいよ、ほら色がやばい。じゃあ行きます。じゃじゃん。やっばい、かっこいい。このロゴを見てください。普通のショートボードでは絶対に入らない縦にチャネルアイガーです。そして何よりもこの色ですよ、カラーリング。てかちゃんとここも開けた方がいいですね。オルタナティブって流行ってるじゃないですか。でもう、まあ、ツインフィッシュ流行った、ミッドレングス流行った、次に来るのはチャネルではない。今年は間違いなくツインピだと思う。なんでね、多分やっぱほんとみんな気になってると思うんで、早くボードレビューしろよ。これ開封するよりもさっさとボードレビューしろしみたいな話かもしれんけど。うわー、来ました。あ、ツインピンってマイケル・フェブラリーのモデルなんですね。ここに M フェブって書いてあるんですけど、なんだあいつのモデルとは。来ました、開封されました。ツインピンでございます。サイズはですね、5/6 18/7/2と8/3で、これもですねリッターが高いです。 26.7リッターかな。なので多分70キロ、80キロとかぐらいの人も乗れるかもしれないです。でもこれも僕のサイズ、身長168/65キロに合わせて作ってもらったんで、こういうサイズ感なんだと思います。オーバーフローでね。はい。でね、色は、まあ、これ、まあ、ミーハーぶりをぶちかましてですね、チャネルさんのインスタグラムに出てた色をそのまま真似しました。まあ、色入れたらやっぱりちょっとカスタムオーダーというかプラスいくらかかっちゃうんですけど、まあ、やっぱりこういう板でさ、このカラーで日本の夏の台風スウェルポイントブレイクとか僕乗るのイメージして作ったんですよ。要はマイケル・フェブラリーがすっげえいい波でこれ乗ってマジいいカービングしてるんですね。カーブとかレイバックで、それをまあ僕も体現したいなというところでオーダーしました。まあ持った感じね、全然ツインフィッシュよりも軽い。あれツインフィッシュ僕一応オーダーで作ったんですけど、ツインフィッシュは全く、ストックと同じサイズで作ったんでちょっと大きくできています。ただこれは完全なるカスタムオーダーで作ったんで軽い。でコンケーブもすごい、もうダブルコンケーブって感じですね。 V 字になってるというか。で僕はフューチャーですね。フューチャーボックスがなぜか好きです。別にこだわってるわけではないですけど、わこのロゴが一番かっこいいですね。うん、そうだね。これフィーは何使うの？あ、確かに確かに、パワーズとか多分ですけど、チャネルのツインキールフィンなのかな。直接確認します。何がいいのか、これで、ね、すげえいいと思う。ちっちゃくて絶対乗りやすいと思う。色がいい。うん、そうだね。はい、
いやマジテンション上がりますねこれ。ただね、ミーボードの杉って小波はやっぱりテンション上がんないんですよ。それなりに胸肩頭ぐらいの波で下ろしたいじゃないですか。わかります？なんで、まあ、そのタイミングを見て初インプレしたいですね。初乗りインプレか。まあ、ずっとこの波予報をずっと見てるんですけど、この先もずっと波になさそうなんで、すぐにはできないと思うんですけど、波上がったら撮影してもらって初乗りでお伝えしたいなと思います。絶対みんながね見たい坊主の一つだと思う。そうで、チャンネルは、来年ねボビークワッドっていうボビーマルチネスのクワッドフィンの短いボードと、あとね春っていうシングルフィンもね出すんですよ。なんで、まあ、今年はねツインフィン、多分まだ乗ってる人少ないと思うんで、多分マーさんも持ってないし、大橋海斗くんが持ってるかどうか、海斗、あとでちょっと電話して確認しよう。そしたら多分俺が日本人ライダー初のこのツインピンゲットなんで、それ確認して、確認してるとこもちょっと動画撮ろうかな。ちょっと今電話してみましょうか。はい、なわけで今回はこのツインピンゲットしましたっていうツインピン開封動画でございました。こちらもインプレ動画出しますんでお楽しみにしてください。ありがとうございました。はい、というわけでですね、今からカイト君に連絡してみます。彼はツインピンを持ってるのかどうか。はい、カイト、カイトから電話来ました。あ、もしもし、カイト君、お疲れ様です。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、元気？カイト君元気です。おー、俺ね、一個聞きたことあったのよ。あ、なんですか、なんですか。ツインピン持ってる？いや、持ってないです。オーダーしてるっす、でも。イエス！俺は実はね、今先ほどね、ツインピンをゲットしてきたんですよ。あ、マジっすか？はい。え、既製品？違う。あ、オーダーした？オーダーの、もうカラーも入れちゃったわけですよ。あ、カラー入れたんですか？オレンジの。それめちゃくちゃ良さそうですよね。ただね、今日ね、そのツインピンを、はい、もしカイトが持ってなかったら、多分日本人ライダーでツインピン一番最初にゲットしたのは俺なんじゃないかなと。いや、絶対そうだと思う。それも YouTube レビュー出した方がいいと思う、すぐ。もうね、実は今このトークもね、ビデオ撮ってるんですよね、実は。え？隠し撮りじゃないですか？隠し撮りですよ。